海上自衛隊の双竜型潜水艦。その11番艦オーリューにリチウムイオン電池が搭載されたのはご存知でしょうか？今回はその経緯について詳しく見ていきたいと思います。実は10番艦まではスターリングエンジンを搭載していました。でも11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、最新鋭では馬力も8000からダウンしたのです。その意味するところについても探っていきたいと思います。海自の双竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスの性能と言われています。その双竜型をさらに発展させた太鯨型潜水艦の1番艦太鯨が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において無事に進水しました。この太鯨派双竜型より、喫水船は 2M ほど深いそうです。排水量も50トン上回るとのことで、海自としては最も大きい潜水艦になります。艦名の太鯨ですが、漢字で書くと大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、生打ち、随小動物の名、水中動物の名から付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、縁起の良い随小動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青竜となります。この名前は、太平洋戦争で活躍した、大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラも、そういう歴史があるのでは？と思いますよね。その通り、大クジラも、大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは、攻撃用というより、洋上で、潜水艦への補給や、乗組員の休養などの役目を担っていた、艦艇です。時には、潜水艦隊の機関になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に航空母艦劉邦に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまいました。敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでも、ソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けた、サイパンの司令部で自決しました。どうしても、山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰には、こういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の五軍港で、防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本が敗戦した、1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦太鯨派、オーリューやトーリューにも採用されている、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる、充電能力の向上を、目的として、新たに開発された、スノーケル発電システムも設置されているので、双竜型2艦より、さらに、
リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、龍型2冠には、今までのスターリングエンジンは、乗せませんでした。もっとも、最初は、スターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけを、リチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きさ出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えたが、馬力は減ったと言われます。なぜなら、スターリングエンジンの、そう、龍型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、王龍や東龍は、公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちます。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。ですから、中速から、高速での長時間潜航が、可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能は、ぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は、他にもあります。鉛蓄電池より、2倍のエネルギー密度があり、ミツル放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても、電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。対外波部分単柄構造になっていて、葉巻型のフォルムをしていますが、船体構造にも、新しい発想を取り入れています。一例ですが、浮き架台と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる、浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の、振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、龍型よりも、一層静粛性が高くなっているのです。対外型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。対外には、この他に、情報処理システム C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双流型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射艦6門を設置しました。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに最適なタイミングでの、起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに、世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている通常型潜水艦では、
日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は、補給なしで、半永久的に原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲料水として、海水の淡水化なども、管内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には、巨額の費用がかかりますし、廃線後の処理に、頭を抱える国が多いことは、知られている事実です。それでも韓国は、作りたいんでしょうか。日本にも、原潜をという意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると、必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原潜は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。騒音を敵のソナーに探知され駅、原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に当てた方がいいのではないかと思われます。